どうも皆さん、こんにちは、ムンスケです。信長の野望新生 PK、 武田不信のガチ喧嘩、もしも旧敵に機関を切望されたら、武田信虎編、続きをやっていきたいと思います。はい、前回はですね、信玄に味方しました。今川家を滅ぼしました。で、流れでですね、斎藤家のとどめも刺すことができまして、武将がね、結構大量に手に入りましたね。まあそんな中、前回の最後にですね、織田が郡上八幡に、で兵力をね貯めてました、北条が玉縄に同時に攻め込んでくるというね、ピンチを迎えております。が、ここでね、信虎の外交が光る。始めよ。長尾家とね、婚姻同盟結んだと親善で友好度をね、100を保っていたので、これを使ってね、織田家と停戦の仲介を頼んでいきましょう。よろしいか。よかろう。完璧ですね。よし、これで北条からの防衛戦に集中ができるということですね。織田、チャンスやったのにな、逃したな。どや、信玄より強敵やろ、信虎。はい、ということでね、おそらく今回最終回になるんじゃないかなと思っております。北条を滅ぼして、信玄を滅ぼしてしまいましょう。まあ許してくれと言うなら、家臣に加えてやってもいいかなと思います。それでは舞台を騎乗させまして、玉縄城の防衛に向かっていきたいと思います。戦となるぞ、布陣を始めよ。北条帰りましたね。一応防衛の部隊出してたんですが、ちょっとね、間に合わへんかもしれんと思いまして、駿府と広告寺からね、これ韮山城攻撃させたら帰りましたね。あ、長尾家の部隊にビビっちゃったかな。あ、完全に帰ったな。え、そうなの？合わせる顔がありませぬ。せっかくのね、戦えるかなっていうタイミングだったんですけどね。韮山の防衛は許してしまいそうですね。小田原城自体は三方面から囲めば多分大丈夫やから、これは撤退しましょうか。ご命令とあらば。三崎城、立山城の方に向かいましょう。ご命令を下され。兵どもよ、陣を構えよ。あ、6部隊対3部隊、船重がね、守りに来ましたね。よし、ここで綱重の部隊倒したら立山まで行けそうですね。よし、望月一番やり、今こそ勝機です。敵に攻めかかります。攻撃も決めてる。おお、一瞬。お命令を。
こにと歩みを進めよ。吉明の部隊が現れましたね。今が動く時ぞ。敵に打ちかかるぞ。やりました。お指図、要所を制する時ぞ。おげちよ、のき口を固めてくれようぞ。のき口行きましょう。兵を動かします。出しました。このまま倒してしまいましょう。軍略というものを見せてくれ。敵を打ち砕いたぞ。よし、敵8万倒しました。オッケー。白攻めじゃ。囲め。強行間に合うかこれ。藤安来ちゃうかな。あ、間に合ったか。お使いするとしよう。白攻め。はい、三崎城を落としました。藤安は縄をかけよ。どうなりますかね。貴殿は器が大きい。戦じゃ、みんな心構えをせよ。ま、この戦カットでいきましょう。敵の態度を封じます。はい、混乱入れて、はい、皆の進むぞ。同士打ち入れて敵を打ち払います。最後傷つき、お指図を。なんとか敵勢打ち破ったり。傷つき入れる前に宇治安撤退。よし、笠原捕まえた。敵将絡め取った。城備え感謝いたします。保養できず。よし、じゃあ二条落としましょう。城攻めは我らの勝ちです。はい、立山城落としました。よし、これで北条のね、繋いでおきなさい。本拠地が丸裸になったと。攻めていきましょうか。申し訳ござらん。で、里見が滅びそうですね。よし、じゃあ忘れたから、よし、受刑にとね、このなかなかに高齢の2人のカップルを応援していこう。結婚します。はい、結構ね、受刑にと信虎結婚する感じ好きなんですよね。そして、いい直虎とも結婚しまーす。はい。はい、それではね、小田原城攻め見ていきたいと思います。うん。では、始めようか。さすがに。あ、お金足りない。こんだけの兵力。
つぎ込めばね、小田原城といえど落ちるはずだと思います。愚策を申し上げたく。さあ兵糧があんまり足りてないから、要案があります。よし、16部隊入りましたね。これは余裕でしょう。士気だけちょっとね気にしながら攻めていきたいと思います。さ、相模の獅子を屈服させましょう。指示出していきます。ここに正露が2箇所、正露が逃げるよ。いざ進む。こちらに。これか。で、こっちの舞台は。おめでよ。いざ。今は動くと。いかがしましょう。行くぞ。見上げろ。ご指示。これか。こう進めろ。さあこのね攻城戦では正露が前面にね2つありますんで、ちょっともう正露は無視していこうかなと思います。それでも十分ね縄文いけると思うんですよね。文学人とかこういうちっちゃいね施設は破壊していきたいですね。敵がね、たったの7部隊。正露さえ受けなければ、その身で確かめよ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。さあどんどん行きましょう。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。北条氏康前に出てきましたね。暗い我が鉄砲、メイドの土産に持って行き。まずは城備えの部隊を倒していく。城だ、やはり違う。おめでよ、敵を攻めたぜ。しまじゃ、よくぞ。こちらに敵に手を当てます。お指図願います。敵を蹴散らそう。敵を攻めたぜ。あなたの攻撃さらに攻めた。動くこと雷霆が今年はい、ちょっと強くなるので、万歳おげん。ここでこの武器で持って決めてくれよ。これただ敵を知りたましょう。ようこそ、お指図願います。敵を勝ちましょう。よし、今ライブ届きました。いかがしましょう。行くぞ、見上げろ。いざ進む。撃ちを願います。先へと向かおう。敵ながら見事。宇治康の部隊。この軍略で勝機をつかみ取ります。じゃあ早めに倒しましたね。さあこれはもう危うい部隊はいないか。勝敗を決めてやりましょう。よし。ご命令とあらば。本丸に乗り込むことによってね、敵の部隊が下がっていくはず。はい、宇治直の部隊も出たい。宇治政か、宇治政の部隊も出たい。しましたね。あっさりと小田原城が陥落ということで、北条家が滅亡ですね。これにより公孫春三国同盟
崩壊と。これは信玄のみになりましたね。よし、息子の大義のね、大名を滅ぼしまくっていく。よし、騎乗しまして最終決戦に備えていきたいと思います。はい、戻ってまいりました。ですね、飯田町が北条戦できないので、ちょっと最終戦にふさわしくないなと思いまして、信友くんに飯田城の攻撃はね任せまして、本体はですね織田徳川の連合に攻撃したいなかと思いました。岩村城攻めやっていきます。これでね、織田徳川をちょっと弱体化させていきましょうか。おっと、前に出てくる。動くぞ、続け。前に出てこられたら城攻めを始めなさい。みんな行きますよ。タイミングを合わせて、いざ行かん。大きい合戦がやりたい。こちらね、南方からも部隊を進軍させております。飯田城の方が先に落ちそうかな。で、なんやこの小さい部隊は。そうか、こっちに西に行きまくって、もう織田終わっちゃったな。これ先へと向かおうぞ。困りましたね。合わせる顔がありません。徳川の援軍も進軍を始めよ。さすがにもう機能しないですかね。よし、これで全部隊入れるやろ。城を取りに行く。手際よく城を奪おうぞ。行きましょう。兵どもよ、陣を構えよ。16対13。マジか。一番おいしい舞台数で来ましたね。はい、信玄はね、同盟組んでくれましたが、信虎はねそこまで甘くはないぜという感じで、まあラストバトルですが、サクッと終わらせてしまいましょうか。この兵力差ならね余裕ですね。作戦は全突。いざ敵の大量レベルも上げてきてるから。向かうは敵の軒口ぞ。敵の大量が狙い目よ。一気に行こう。敵の大量左取るぞ。敵の大量さん、お差しを頂戴したか。敵の大量を封じ、お差しを頂戴したか。敵の軒口を攻めた。ご指示。敵の大量が狙い目よ。敵の軒口を封じ、お差しを頂戴したか。敵の大量を封じる。敵が軒口を塞ぐぞ。いざ予感、敵の軒口へ軍を進める。皆の大量を塞ぐぞ。敵の大量を狙います。おめでよ。敵の軒口を攻めた。目を止まる。敵を蹴散らそう。よし、はい、指示出し終えました。作戦は全突ですね。一気に自分の近場の軒口に向けて進軍していく。
もう時間止めずに、ね、行きましょう。抜かれたらもうそこまで。その代わりうちの部隊も一気に前に出てきますよ。敵は13部隊ですからね。3部隊の差はでかい。そして騎馬レベルもね上がってるんです。おーっと秀吉が抜いてきましたね。ワンチャンにかけてきた。さすが秀吉。だがその前に敵の士気が崩壊すると思います。まずは信長が守る軒口にね部隊到着しましたね。皆も力を振るうのだ。秀吉を動かす。あーもうやばいな。もう織田の士気が終わりますね。軒口一箇所でも落ちたらって言ってるとね、中央の軒口にもう殴りが入ってるから、あーもう終わるか。あー終わる終わる。凄まじい秒殺。はい、ということで織田徳川の連合にね、戦の怖さというものを教えてやりましたね。また勝ちたいものよ。威風の今日発生させていきましょう。これで美濃へのね足がかりもできましたね。さあ今日どれぐらい広がるかな。3つぐらい白くも3つは来たな。4つぐらい来たか。まさか4つの城ですね。はい、これで織田は終わりましたね。まあまだ終わってはないけど、さすがに忠節を尽くしますぞ。で結構ねいい武将たちがね城主候補に育ってきてるんでね。聞いていただけますか。この辺の武将が濃尾平野に入っていくと。恩に着ようぞ利光。で出陣しちゃってるか今。ありがたき幸せ。まあいいか、入れれる人だけ入れとこう。であとはここですね。信友君に任せてる飯田城攻め、これが終わればエンディングとなります。見ていこう。着陣したぞ。皆さあ城兵飛び出してきました。蹴散らしてもらい受けました。はい、飯田城落としました。これでね縛り上げなさい。信玄の武田が滅亡と。いい武将めっちゃ抱え込んでたね、やっぱりね。残り短き命を賭して働きます。お、信玄くだらない。信春がくっついていったか。生かすとは何のつもり。いよ、許しましょう。ということでね、
信重はね下ってくれましたね。さすがに、信虎が可愛がってただけありますね。信重、どこ行ったんかな。武田信重感謝いたす。よし、これでね信虎お気に入りの息子が、戻ってきてくれたということで、ね、家督は信重に継がせましょうかね。はい、そこまでやるか。人事、隠居信友君にねしようかなと思ってたんですけども、まあ史実通りお気に入りの息子武田信重に家督を譲って、はい、武田信虎編は以上となります。はい、ご視聴ありがとうございます。ね、杉の武将誰にしようかなと思っていろいろね今考えております。なかなかね誰もやったことないんちゃうかなっていうキャラ、見つけております。まあ、誰もやったことないことはおそらくないんですが、私は初めてとね感じの武将を次回使っていきたいなと思います。もちろんイフストーリーでやっていきます。そちらの方もねよろしくお願いいたします。はい、コメントもよろしくお願いします。はい、それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アリアスー。